四方久保、竹房、プレミアデビューで先輩の橋岡大樹を公衆の面前で晒し者にする。ルートンタウンディフェンス橋岡大樹とソシエダミッドフィルダー久保、竹房が SNS 上で軽妙なやり取りを披露した。橋岡は FA 杯5回戦マンチェスター C 戦の後半17分にピッチに送り込まれて新天地デビュー。そして、プレミアデビュー戦を終えた橋岡は自身のインスタグラムを更新。この投稿に反応したのが久保だ。Google 翻訳やめろと鋭いツッコミを入れると、橋岡はおい。それを皆んなの前で言われるのが一番恥ずかしいからやめろ。と返答。これに対し、久保は泣き笑いの絵文字を送っている。二人は年代別代表や日本代表で共にプレーし、年下の久保が橋岡をいじるなど関係は良好。以前にも、橋岡がインスタグラムに投稿した写真に対して久保がツッコミを入れ、多くのいいねが寄せられていた。久保は本当に愛されるべき選手。ワールドハイでも赤髪の長友になんか新人入ってますよ。とか年上いじって。年上をいじれるのは良い関係だね。橋岡は明るくて人たらしだから久保も親しみやすいんだろうね。誰もが言語できるわけじゃないんだしそっとしといてやれよ久保。仲良いな。久保のこういうノリマジで好き。久保って年上でもいじりまくるよね。前に板倉もいじってた気がする。ベルギーに長いこといたし喋るのは問題なかろう。最近の Google 翻訳は優秀だしね。久保はスパニッシュイングリッシュって言われていたっけ。3カ国語喋れるんだな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。